それでは続きまして、来賓の内閣府総合科学技術会議の委員、本庄佑先生からご挨拶を頂戴したいと思います。本庄先生、どうぞよろしくお願いいたします。おはようございます。総合科学会議の本庄でございます。統合の日という大変素晴らしい名前をつけていただいたシンポジウムで、一言このライフサイエンスデータの統合の重要性について私どもの考えをご紹介したいと思います。自然科学の学問分野というのは過去数十年にわたり次第に専門分化して、それぞれが非常に狭いスペシャリストとして活躍していくという方向にこれまで進んできております。それによって自然科学はますます発展してきたわけでありますが、ご承知のようにまた弊害を生んできております。その一つの代表例が原子力関係の専門分野が他分野との交流が希薄であったということが今日大きな課題となっております。ライフサイエンスというのは専門分野に分かれながら、しかし生命とは何かということを考えるときに、これを統合的に挙手的に見ない限り生命の本質は理解できないということはご承知の通りであります。ライフサイエンスこそまさにこの自然科学のあらゆる分野を統合し、なおかつこの分野の持つ社会との接点という重要性を考えますと、人文社会科学から幅広い分野の参加を得て初めて真のライフサイエンスの成果が得られると考えております。そういう意味でその最も基礎となるデータベースをあらゆる分野のライフサイエンス、医学から農学、理学、また一部工学、薬学、本当に広い分野のデータを統合して、研究者が自由にそのデータを駆使して、一言で言うなら生命現象を理解し、また社会にそれがどのように生かされていくかという、その場を提供することは非常に重要なことである。また我が国に散在している多数の貴重なデータを、これを蘇らせ、また活用できるような形にしていくということが求められていると考えております。また総合開発会議では今年からゲノムコホートというプロジェクトを出発いたしました。これは今後20年ぐらいをかけて10万人から50万人規模のコホート集団を登録し、そのゲノム情報を含めてあらゆる個人のデータをまさしく統合して、そしてその人たちの病気の原因、またその予防法について結果を出していきたいと考えております。ゲノムコホートというのは、コホートにおけるゲノムアソシエーションスタディとは全く次元の異なるものでありまして、その登録した集団の全ての人の塩基配列を決定いたします。ですから50万人であれば50万セットの全ゲノム情報がそこに生じるわけであります。またそれ一人のさまざまな生活習慣、医学データ、つまり臨床的なデータ等々がすべてそこに入ってまいります。このような膨大なデータをどのようにして集積し、かつそれを分析できるのか、これはライフサイエンスのみならずコンピュータサイエンスにとっても大きなチャレンジでありまして、これをやっていくことは、我が国のライフサイエンスというのは
これまで、ビッグサイエンスはほとんどなかったと言っても過言ではありません。しかしこれは20年をかけてやるまさに国家プロジェクトとしてのビッグサイエンスになると確信しており、またこれを成功させることが我が国のライフサイエンスの今後の発展にとって非常に大きな意義を持つと考えております。その収穫をライフサイエンス統合データベースの方々にぜひ担っていただきたいというふうに考えております。でそのような仕組みをどうして今後構築していくか、手探りで進まざるを得ないという状況であることは我々も十分承知いたしております。しかしこのために、恒久的な国家的、サポートと、それからそのための投資ということをしていかなければならないということを第4期の科学技術基本計画にも書き込んであります。またアクションプランという内閣府の各省庁に対するインセンティブを与える政策提言の中にもこのようなライフサイエンスの情報統合ということに向けての大きなうねりを引き起こしたいと考えておりますので、今日の、この統合の日をまた新しい出発点としてぜひ、全国のこの分野の研究者の力を結集して20年後の成果、30年後のその活用ということを、我々は夢見ております。どうぞ皆様方のご協力とご支援をお願いします。ありがとうございました。